うですね、走る前は、まあ、ちゃんとレースできるか心配だったんですけど、いざ乗ってみたら、まあ完璧とまでは言わないですけど、まあ、それなりに乗れるなっていうので、まあ、安心はしてます。そうですね、まあ、あんま走りたいというよりかはどっちかっていうと、まあ、こんな休んで大丈夫かなっていう気持ちの方が大きかったんですけど、まあまあ重傷やったんで、まあ、それよりもとりあえず直さないとっていう方が、まあ、先決でした。はい、あ、そうですね、まあ、同期で、登録番号もまあ一番違いで同い年なんで、まあまあ自然と仲良くなったというか、まあ話しやすいんで、はい、結構ね真面目なんでね、まあ、ペラの話とかボートの話ばっかりしてきますね。僕はなんかもっとプライベートの話したいんですけど、あ、水野さんはまあ真面目なんで、はい、まあ、遊んだりするって言ったらやっぱ遠い人ばっかりなんで同県の選手になってきますね。片山くんとか丸野とか、はい、谷川雄一さんですね、はい、そうですね、まあ、ボートというよりかは、まあ、人間的なとこで、まあ、人間的って言ったら多分いろんな人からありえんやろって言われるかもしれないですけど、あの人の感じでは、まあ、でもしっかり考えてる、まあ、芯持った人なんで、そういうとこがいいなと思って、まあ、頼んでてずっと断られてたんですけど、はい、まあまあ今はしようとしてなってくれましたね。まあいざという時に頼りになるっていうところで、はい、それがね全くないんですよね、はい、目の前に一緒に、そうですね、もう本当にいっそいっそ全力で一着取りに行くっていう、そういう感じなんで、はい、特に、そうですね、その先になんか結果ついてきたらいいなっていうことですね、はい、これからもいっそいっそ全力で走ります。応援よろしくお願いします。